ちょ、お母さん。プロデューサーも。プロデューサーが話に来てくれるんだから冬から言う必要ないでしょ。ほらもう報告は終わったんだから今日はこれでおしまい。いいわよねプロデューサー。あの人が見せたくてたまんないんだから。今そうやってからかうつもりなら機嫌悪くなるわよ。うっさい、言われなくても分かってんのよ。冬もアルバム探してくる。どうせ冬の部屋だし。もうちょっと待ってなさい。ええ、ご覧の通りよ。部屋が散らかっただけ。問題ないわ。大丈夫だからいいってば、そんな。朝日とメイが来るから掃除もしたかったし、むしろちょうどいいわね。目的のアルバムも見つかったし、二人とも先にリビング行ってて。冬はここ片付けたら行くから。いい。そんなことより、冬がグッズの山崩してたーなんて、誰かに漏らさないようにしてよね。続けて。当然。なーに、さすがに冬の意思でやってたわけじゃないわよ。ちゃんとお返事するのよーって母親の教え。まあ母親が一番謙遜する冬ちゃん可愛いって盛り上がってたみたいだけど。
ちなみに今のは父親情報。そうかもね。それに冬も案外この頃から味を占めてたのかも。いい子ちゃんのお返事をしてたらちやほや持ち上げてもらえるってことに。ありがとう。まったくあんたは。冬でも気づかないような冬へのダメージも見逃さないのね。何よ、珍しく手放しで感謝してるんだから、ありがたく受け取りなさいよね。本当に助かるなって思ってるんだから。冬は、冬でいることにも、アイドルでいることにも、覚悟を決めたつもりだけど、覚悟を決めて傷ついても構わないから頑張るっていうのと、自分を傷つけていいってことはイコールじゃない。あんたはそういうことを思い出させてくれるなーって話。そうね。悪かったわ。気を使わせるような言い方になってた。あとは、普通のことだ、なんて、初めて言われた。まあ、そもそも、こういうこと話してるのって、あんたが初めてだから、当たり前なんだけど、なんていうか、誰かに受け入れてもらうって、冬を演じるのも仕方ないって、許されるみたいなことだと思ってたから。普通って言われたの、意外だったわ。なんで謝るの？わかった。あんた、間違ったこと言ってないんだから、謝るのやめなさいよね。気に入らないこと言われたら、もちろん冬は怒るけど、言われたことの中身を考えないで、突っぱねるようなバカはしないわ。最初は何にも考えてなかったのよ。はい、先生。って、いい子ちゃんした後に、クラスメートと口喧嘩したりして。でもそうやって冬と冬が違っちゃうのってダメみたいで。どうしたの？こんなところで話って。それはあんたたちも一緒なんじゃないの？先に叩かれました。やり返しただけで。お疲れ様でした。
のことよろしくお願いしますね。それって褒めてる？それとも嫌味？まあ当然よね。こういうのは慣れよ、慣れ。ありがと。いい感じよ。おかわり頼みたいぐらい。まあ、言葉のチョイスがいまいちではあるけど、追加の方も9大点ってことにしてあげる。ん？今日は調子よく褒めてくれるのね。別に今さら当たり前のことだしね。そうしなきゃやってられないんだから。あら、そう思われるのは冬としては不本意ね。冬、あんたのために営業してるわけじゃないし、あんたのためにギャップを見せてるわけでもないのよ。それなのに勝手に楽しまれてるなんて、ちょーっと納得がいかないんだけど。まあ仕方ないから、駅前の店のケーキセットで許してやらないでもないわ。今日はね。気づいたのは中学ぐらいだったかしら。いくら売られた喧嘩だからって冬のまんま買ってたら、冬の方が悪者みたいになっちゃうんだなってこと。味方を作りたいんだったら、冬じゃなくて冬の方が適任なんだなってこと。何度かあったの、そういうことが。だから次の場所ではもっとしっかりやらなくちゃって思った。冬だったら大丈夫。ええ、ご心配どうも。それにしても見事に人がいないわね。だって初詣って混むじゃない。特に三が日の間になんか来たくないわ、疲れる。面倒に思ったり遅くなったりするぐらいなら今年のうちからお礼言っといた方が感じがいいでしょ。冬は神様にも気を使えるのよ。こういうの年末詣って言うんだって。初詣みたいに今年はこんな風になりますようにってお願いするのがメインじゃなくて、一年無事に過ごせました、ありがとうございますって。残念、冬もこの間ネットで知ったのよ。
今知ったばっかりのくせに言うじゃない。何？そうね、想像通りとかすごく楽しかったとか楽だったとかそんな風には間違っても言えないけど、濃かったかしら。味わい切るのに時間と労力がかかって、だからお腹いっぱい、そんな感じ。って何よその感慨深そうな顔は。はあ、いきなり何よ。あんたたち悪いわよね。あんたにそれ言われちゃったら冬だって言わなきゃいけなくなるじゃない。おっ恥ずかしいことさせないでよ。まあ一年よくやってくれたとは思ってるわ。ありがとね。当然でしょ。ここで放り出そうとしてたら承知しないわよ。あんたとだから冬はここまで来たんだから。神社に来たことだけじゃないですからね、プロデューサーさん。よろしい。高校の頃にはなんとなくうまい振る舞い方が分かってきて、ボロを出す回数も減っていった。たまにやらかすこともあったけど。その後はあんたも知る通りよ。どうだった？冬の昔話は。いいお返事くれるようになったわね。写真返してもらったからさっさとしまおうと思ってアルバム開いたのよ。いろいろあったなーって思って。家と違って外の人が全員冬を好意的に見てくれるとは限らないから、可愛がってもらうためには冬が気持ちよく過ごすためには、たくさんの努力と多少の工夫が必要。そういう風に思ってたの。冬は可愛くてよくできる女の子だけど、その分厄介事も多いから。ないなんて言うんじゃないわよ。それは冬の過去の否定だわ。冬にはあったことだし、絶対に対応しなきゃいけないことだった。わかるわね。まったく、本当にいいお返事くれるようになったわ。ありがとう、バーカ。なんか湿っぽい感じになっちゃった。
くれない？わざわざ電話して話して聞かせてやったんだもの。それぐらいの見返りはもらってもいいでしょ。ほら早く、担当アイドルのメンタル管理。どうせならくだらない話じゃない方がいいわ。身のある話をして、それくらい頑張んなさいよ。冬のプロデューサーなんだから。